シシュパーラの誕生。クリシュナに殺されるシシュパーラ。シシュパーラは、インド神話の人物である。ジェディ国の王、タマゴーシャとバスデーバの妹シュルタデーバーの子で、ドリシュタケート、カレーヌマティーの父。強大なマガダ国王ジャラーサンダの協力者。ビダルは国王ビーシュマカの娘、ルクミニーと婚約していたが、結婚式当日に、クリシュナによって略奪された。また後に、 クリシュナに殺された。後世の詩人、マーガは、シシュパーラの死を題材に、女児詩、シシュパーラバダを書いた。女児詩、マハーバーラタによると、シシュパーラは、生まれた時三つの目と四本の腕を持っていた。両親は不気味な赤子を見て、捨てようとした。すると姿なき声が、この子供は、将来強大な力を有する王になる。この子供はまだ死ぬ時ではない。しかし、 彼を殺す者はすでに生まれている。その者が子供を膝に置いた時に余分な腕が落ち、また子供がその者を見た時に第三の目が消えるであろうと述べた。この不思議な話は噂になり、諸国のクシャトリアたちがやってきて、シシュパーラを膝の上に置いてみた。しかし何も起こらなかった。ある時クリシュナがおばにあたるシュルタデーバーヒを訪ねてきた。シュルタデーバーは喜んで、 クリシュナの膝にシシュパーラを置いた。すると、シシュパーラの余分な腕が落ち、第三の目が消えた。日は驚いて、クリシュナにシシュパーラがどんな罪を犯しても許してやってほしいと、懇願した。クリシュナは百までならシシュパーラの罪を我慢すると、約束した。成長したシシュパーラは、クリシュナの約束をいいことに悪行を重ねた。シシュパーラは、ドゥバーラ足をにし、 坊者の王たちを殺したり、あるいは捕らえたりした。また嫌がるバブルの妻や、ビシャーラーの王女、バドラーを奪った。こうした行いを、クリシュナは我慢し続けた。後に、ユディシティラがラージャスーヤの祭祀を行って即位し、集まったクシャトリアたちに、引き出物を送った。この時ユディシティラは、ビーシュマの助言によって、最初に、クリシュナに、引き出物を送ろうとした。 ところが、シシュパーラはこれに反対した。彼の言い分は、王でないクリシュナが、すべての王を差し置いて、なぜ最初に、引き出物を得るにふさわしいのか、クリシュナに対する悲喜からそうしているのではないか、というものであった。このように述べ、シシュパーラは退出しようとした。さらに将を先導して、ユディシティラの祭祀を妨害しようとさえした。これに対してビーシュマは、クリシュナは、 この世で最も偉大な長老であり、偏在者である、クリシュナは、すべての生物の本源であり、鬼滅する場所であると述べた。さらに、シシュパーラがクリシュナと対立するのは、自身の意志ではなく、クリシュナが彼の意向の一部に他ならないシシュパーラを、自身に回収することを望んでいるためであり、だからシシュパーラは、理性を失って、クリシュナを怒らせようとしているのだと述べた。シシュパーラは激怒して、 いシュマとクリシュナを激しく侮辱した。そのため我慢できなくなったクリシュナはチャクラムを投げ、シシュパーラの首を切断した。すると、シシュパーラの中から太陽のような輝きが出現し、クリシュナの中に入った。その時晴れた空に雨が降り、雷が落ちて振動したという。シシュパーラの死後、ユディシュティラは、シシュパーラの子をチェディ国の王とした。 ありがとうございます。